吉田さん、でもまあ本当に確かに暇じゃないと政治なんて判断できないですよ。だっってて政治家っていうのはそのは、そ活動が職場なんですよね、うん。となると私たちはパン屋さんならパン屋さんの職場一日中見ることがあるかなっていうことを考えたり自分の職場を一日中見られてることがあるかっていうと8時間なり10時間なりみっちりと見てくれる人なんていないしその政治の現場をね8時間10時間みっちり見れる人もいないんですよね。 ですからニュースのダイジェストとかを見るようになるんですけどもあのダイジェストも切り取り方とかまとめ方によっては全く違った印象を受けてしまうからマスコミにによよる情報操作ってのはいとも簡単に行われちゃうんですよねそれが証拠にあの切り抜き動画って最近ありますけどもあれも面白おかしく演出してテロップつけたりとか効果音つけたりとかして全く元とは違ったものをやっぱり個人でも作り出してるんですよね。 だから何が本当かわからないしどれがデマかわかんないし言葉のシーンはどういうところにあるのかわかんないし例えば最近ね山太郎さんが「万死に値する」って言葉を使ったんですけどもこの万死に値するのをある人はねまともに死ねととと言ってて、てるるることだといいう,うに捉えて曲解してる人もいるんですよ。確かに漢字としては万死というね「死」っていう名前が付いてますけども万死ですかねこれ慣用句なんですよね。 だから何回死んでも詫びれないぐらいの罪深いことをしたという比喩で用いてるのに実際に万死1万回死ねってことなのかっていうね人間って1回しか死ねないですからねだからこういうふうな幼稚な言葉のやり取りとかもしかしたら本気での勘違いがあるのかもしれませんけども全然その知識と情報っていうのを受け取る人によってだいぶ変わってくるんだなっていうことがありますよねで詐欺にかかる人も本当に気の毒ではあるんですけどもでも どういった詐欺が流行ってるかを知ることによって詐欺にかかる可能性って非常に低くできるんですよね。あとビジネスモデルを知ることによってあ、これはこういうタイプのビジネスでそろそろセールスが来るなとそのセールスは商品に価値があるんじゃなくてセールス手法が優れてるだけなんだなってことを冷静に捉えることによって必要なものと必要じゃないものがまあ明確に分けられるんですよね。まあでも反面ねそんな専門的なこと知らなくても道徳が一本真ん中に通ってるだけで 俺より詐欺をは避けることができるっていうね、そんな例を我が家の例でちょっとね、お話ししようかと思います。これはまだ私が広島市内に住んでた頃なんですけども、最近話してくれたんですよ。私が広島に住んでるときに、実家の方にね、俺より詐欺が来たそうなんですよ。それが相当に手が込んでいて、やっぱりね、弁護士さんとか警察とか入れ替わり立ち替わり出てきて、で、お宅の息子さんが会社でね、間違いを犯して取引先に損害を与えちゃったんで、で、今ね、 あの、自動、事情を聞いてるんだけども、賠償能力がちょっと足りないんで、息子さんの資産を処分して、1500万円までは回収できそうなんだけども、残りの500万は、どうしても、実家の方にお願いするしかないんで、これ息子さんも承諾の上なんでね、今は取り調べ中なんで、息子さん直接は出れないですけども、あの、弁護士として代理人が私がね、お話してますんで、500万円を用立ててくれませんかみたいな話をしたらしいんですよ。そしたら、うちの母がじーっと話を聞いていてね、何を言ったかっていうと、そうですか。 わかりました。それは迷惑かけましたね。でも私の息子も立派な社会人として大人でやっています。あなたも大人として契約を当事者同士で交わしたんでしょ当事者同士で解決してください。と。今私が500万をポンと出すことは簡単ですけども、それが何かをね、生み出すことだと思えない。それに誰かを救うことだと思えない。もし息子が500万円のお金が足りず迷惑をかけるっていうんだったら、も、ま、う、あ、息子にね、消費者金融でも何でも借金をさせてでも払わせてください。と。 私は一切助けませんと。助けないことが最大の助けになると思っています。ここで私が500万ポンと出したら息子は恥ずかしくってもう家に帰ってこれなくなっちゃうと。たかたか500万でね、1500万円を払える息子が500万で降りるとも思えないし、それはね、どんな目にもあってもいいから、もうそれこそね、肝臓でもね、目ん玉でもひんむいて息子から取り出してくださいってことで、異言と話したそうなんですよ。<laughs> すごいですよね。で、結局は、それからは、あの、何の連絡もないし、あの、 まあ後々ねそれがいわゆる俺より詐欺だってことがやっぱりねって分かったそうなんですけども俺より詐欺じゃないとしても同じ対応したって言ってましたねだから結局私がねあの自分の責任で社会人に営んでいて儲かる時も損する時もあるわけですよでそう考えた時にじゃあ損した時に損害が出た時は親の元に来ることはあってもじゃあ得した時にこれだけ儲かったからはいお母ちゃんってやることはないでしょとそれはもちろんね誕生日とか なんか、そういう時とかには、なんかあるかもしれないけども、でも、商売上で損した得したってものに関して、えー、連帯権も持ってないね、親がね、そんなこと利益をもらったり、損したものを補填したりそういうもんじゃないと。息子は一人前の男として、もう勝負してるんだから、息子が死のうが、生きようが、それは息子の責任でやりますよってことらしいんですよね。以上でございます。